チカと千秋です。16歳の双子です。私たち昔から効果歌劇のファンで、ずっと2人で一緒に効果に入ろうねって言ってました。去年2人で入学試験を受けたんですが、チカだけが合格してしまって。でも入学を辞退しました。だってずっと千秋と一緒だったから、一人だけ入学するなんて考えられなくて。今年また二人で試験を受けて、二人揃って合格しました。いつか二人で憧れの舞台に立てるように、この学校で力を合わせて頑張ります。テレビアニメ過激少女、2021年7月放送開始。私たち永遠に一緒にいようね、チカ。うん、ずっとずっと一緒だよ、千秋。